私24歳で、まあ、仕事はレッスンやったりとか振り付けだったりとか、結構自分で企画してワークショップをやったり地方に行ったりとか、結構自分主催で行動することが多くて、他には、まあ、自分のブランドもやったりとか、 H っていうブランドをやったりとか、まあ、いろんな新しいことをこういろいろ挑戦して今動いてる感じです。小さい頃からダンスをやってるんですけど、ダンスをやっていってる中で結構ダンスの可能性っていうところで、こう自分の思い描いてる世界観だったりとか経験だったりとか思いだったりを形にした時に、こうどんなものが見えるのか形になるのかっていうのをすごく自分の中で問いになってて、それがきっかけですかね。具体的じゃなかったと思うんですけど、22歳とか2年前とかですかね、からそういう思いはあったんですよね。ステージに作ってみたいなとかはあったんですけど、まさか本当に作るとは思ってなかったと思います。その時22歳だった自分が本当に24歳になった自分がこう作るなんて思ってもなかったと思うんですけど、本当に23歳の時ですかね、3歳の時に、あ、これはもう今動くしかないっていうのが、なんかのタイミングで急に私の中で切り替わって、あ、今だってなりました。言葉で表すのがすごく難しいんですよね。こういう公演ですってちょっと言えないんですけど、本当に私のこう自分の世界観と経験と思いが詰まってる75分間のステージになるんですけど、これが全部私の振り付けのみで構成されていて、プラス65人っていう本当に素敵なメンバーの子たちと一緒に作り出すっていう公演なので、内容としてはそれですかね。もう今までの自分の集大成でもあり新しいスタートにもなるステージっていうところです。65人のメンバーは一応オーディションって言っていいのかな、オーディション、まあ、100人近くエントリーしてもらっていて、その中から65人っていう人数に絞らせてもらって、で今回リハをこう進めて11月から進めてるんですけど、もう本当にみんな私と同じ、いやもっとな、もう本当にすごい熱量なんですよ。すごく毎回こうリハに行くと 100% みんなやってくれて、なんかその姿を見てるだけで私はもう頑張ろうってなるし、この65人を選んで本当に良かったなってすごい思います。ありすぎて困るんですけど大変だったことっていうと、まあ、私は振り付けを作るとか構成を作るっていうところでは、まあ、ナンバーを作ったりとか、まあ、そういうところではやってはいたんですけど、まあ、75分間っていう長いステージを作るナンバーとちょっと違くて、75分間全部つながっていてストーリーで、でそうなってくるとまた今までとは作り方がちょっと変わってきたりだとか、そこにはやっぱ音源が必要だったりとか、でもその音源の中にはただの曲だけじゃダメだったりとか、あとそうですね、今回映像も使うんですけど、映像をこうした方がいいとか、もうたくさん初めてやることが本当に多くて、例えばフライヤーを作るとかデザインを作るとか、なんかそういう部分でやったことないことがすごく多くて、私的にはやったことないことをやるのって結構好きなんですけど、けどやっぱ最初はどうやってやったらいいのか分からなくて、どうしようどうしようどうしようみたいな結構なってました。それがやっぱすごい大変だったんですけど、まあ、今もそれは続いてるんですけどけどでも私的にはなんか新たなことをやれてるなっていう実感にもなってて、すごくそれも含め楽しい出るんだろうなって自分ではすごい思います。で楽しいことはもう私毎回リハ楽しくて結構長いんですよ。普通に11時スタートの9時終わりとか普通にあるんですけど、でもそれでもなんだろうな、きついなとか、うわもう疲れたなとか思う瞬間ってなくて、
それって多分みんなのおかげで、その65人のみんながそういう気持ちのモチベーションでリハに来てくれるから、私は多分楽しくできてるっていうのもあるし、毎回のリハで思い出に残ることがありすぎますね。みんなすごい面白いし、私もそのみんなの姿を見て楽しませてもらってるので、これがっていうのをもう本当にありすぎて困るんですけど、本当に毎回毎回のリハが私にとって思い出になってます。今回あのプロモーション映像、そのカラーのファーストステージのプロモーション映像を撮る時の衣装提供をしていただいていて、全部で4パターンあったんですけど、4シーンで撮っているんですけど、それの衣装提供をしていただいてて、で全部それぞれもう私こう選ばせていただいて、店舗に行かせていただいて選んで、今回その一つの衣装を今回私アーシャにしててすごい気に入って、洋服もすごい可愛くて、で今回その衣装も公演の中で使わせていただくので、ちょっとそこもチェックしていただきたいなって思います。カラーの、公式のインスタグラムがあるんですけど、そこのプロフィールの、URL からちょっと飛んでもらって、電子のチケットを購入できるサイトがあるので、そこで購入できます。ちょうど、2月4日の12時から販売スタートしてるので、そこから買います。はい、そうですね、見どころか難しいな、なんか見どころちょっとどれ言おうかなって感じなんですけど、私のこの今回の公演の内容として、今回そのカラーっていう名前が色っていう意味もあるんですけど、そのまま感情も色で表せられるっていうところで、ちょっとそこも含めてなんですけど、やっぱり今までこう自分のダンスをやってきて、まあ、その楽しかったことだけじゃなかったし、すごい苦しかったこととか悔しかったこととか、本当にたくさんいろんなことがあった、この経験を形にしてたりとか、楽しかったこととか思い出だったりとか全部がこう入ってて、まあ、ストーリー仕立てになってるんですよ。ダンスをやってない子も楽しく見れると思います。なんか一つのこう最初から最後までがストーリーになってるんですけど、ダンスが好きだったら楽しく見れると思うし、逆にどこが楽しかった、見てて面白かったのか私はすごく気になります。もう全部が全部もう全力に作ってて、だから見どころどこって言われるとすごい難しいんですけど、言われたらもう全部ですかね全部が見どころです。なんか配信がないので、本当に当日来てもらいたいし、しかも当日入り口で全員にペンライトが配られるんですよ。で、ペンライトにちゃんとカラーってちゃんと文字も書いてあって、でそのペンライトを、まあ、当日こう持ってもらってこうやって振ってもらうんですけど、なんかなかなかダンスイベントでペンライトって使ってるとこ見たことなくて、で私は、まあ、見たことなかったし新しいことすごいしてみたくて、でペンライトがある状態で踊るってことは、やっぱバックダンサーの瞬間だったりとか、なかなか自分がメインで踊ってる瞬間での光景で見れないと思うんですよ。だから今回この公演で自分で好きなように好きな演出ができるんだったら、もうこれは私がやるしかないと思って、今回ペンライトをお客さんに全員配らせてもらって、その光景を初めて、私ももうめっちゃ楽しみなんですよ。どんなものになるのかなっていうのもあるし、それでちょっとペンライトっていうプレゼントをさせていただきます今回グッズ販売もあって、まあ、終わった後にフォトスペースとかもあったりとか、あとグッズ販売、その公園でしか買えないものだったりとかも販売する予定なので、そこもぜひチェックしていただきたいなって思います。意気込み、そうですね、今もう本当にたくさんリハをやっていて、全部の作品みんなすごく、65人のみんなもすごく全力でリハに参加していて、リハを今やっているんですけど、全部構成もすごい凝ってたりとか、衣装もすごい凝ってたりとか、一つ一つの作品にこう全力な分もう瞬きせず見てほしいなっていうのもあって、このストーリーとかも多分人それぞれ組み取り方がちょっと違うのかなっていうのもあるんですよ。
私はこういう色でこう見せたいけど、もしかしたら見る人によってはこういう色に見えるとか、なんかそういう部分でも、人によって見方が多分変わってくるので、じゃそこもちょっと楽しんでもらいたいなって思います。はい、ほのかです。3月5日大手町三井ホールで私の初の単独公演のカラー H ファーストステージが開催されます。私の思いだったりとか世界観がたくさん詰まった75分間のステージを65人のみんなとお送りします。ダンスをやっていない子でも楽しめる内容となっているので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。チケットも販売中なので、ぜひ見に来てください。